感染拡大がもうこんなに大きい影響を与えるっていうのは、正直に言うとここまであんまりこうじゃリスクを考えて経営していたかというとそうでなかったような気がするんですけど、まあ、実際にこの3月とか4月とかその鯉のぼりを皆さんお求めになる時期、まあ、家族でお祝いをする時期に人が集まらないようにこう自粛生活をしましょうということだったので、今年度やはり鯉のぼり の製造販売の影響が少しあったんですね。まあ、そういった意味で言うと、その鯉のぼりじゃない商品をその年間通じていくらか作っていたことでこのリスクが軽減されたというか、まあ、今後もその時期に集中するものとかそういったそうでないこういろいろな広いジャンルで商品開発をしていかなきゃいけないなというのを改めて会社の危機感として捉えましたね。文化を生かして、技術を生かせるものと、あと文化とは関係ないんだけど技術だけ生かせる商品ととかいろいろその鯉のぼりだけじゃなくていろんな商品作っていくっていうのが最近のちょっとこの 4,5 年の課題で、その鯉のぼりを作ってる技術、その友禅の捺染染めであったりとか、まあ、普段こう触れることのないもののこうファーストタッチとしてこう見ていただく商品であるとか、その技術をちょっと他に応用できるものは違うものでお客さんに喜んでいただくというような考え方で、じゃあ何ができるかっていうのをこう企画していくっていうのが、これはなんかでも結構楽しい作業です。その鯉のぼりだけ作っているよりもどんどんこう広げて皆さんにサービスをお届けできるようにするというのが会社全体のこのムードとしてこう一番こうそうですね、やる気を持てる仕事ですね。日本人はなんかすごくいろんなことを自粛して我慢をしたんですけれども、まあ、我慢をするっていうのも国民性があるんだなっていうのをいろいろなニュースで見たんですけれども、その私たちが作ってるその鯉のぼりはお節句文化って言って歴史的なその文化の文化に由来した商品を作ってるんですけれども、その家族の中でこう育むこう礼節の学びとかですね、まあ辛抱したり人のために思いやったり、まあ、そういったことのその日本人のこの文化の積み重ねっていうのがすごく大事なこの日本人の大事なところを作ったんじゃないのかなというふうにちょっと誇りに思って、こういう文化を皆さんに広めていけたらなっていうのは今回ちょっと感じました。日本人はなんかすごくそういう大事なことを当たり前にできてるっていうのが嬉しいなというふうにこの節句文化を通じてちょっと自分が感じました。そうですね、日本の大事な未来を担う皆さん、まあ、今は大変な時かもしれませんけれども、こう目の前のこの一点だけを見ず、先のもっとさらに先の未来のこのゴールを見据えていろいろ物事を運んでいくと、意外に単純にいろんなことが我慢できたり、夢が思い浮かんだりしますので、もっともっと先の楽しい何年か後、自分の、やりたいことを通してその未来の姿を思い浮かべながら、一日一日を楽しんで頑張ってほしいと思います。